チキンはアメリカ合衆国アラスカ州の国勢調査指定地域。ゴールドラッシュにより設立された町で減損する町の一つである。2010年の国勢調査では人口7人。ただ1年を通して町には17人の住民がいる。夏には産業である工業がピークを迎える。また、しばしば陳地名としても挙げられる場所である。 チキンは19世紀後半にゴールドラッシュにより開拓された。地名はターミガンが考案されたが結局採用されなかった。1902年には郵便局が設立。チキンの一部は1900年代の建物と FE カンパニーとレッジナンバー4がチキン歴史地区としてアメリカ合衆国国家歴史登録財になっている。チキンには今も 活発的な金鉱脈があり、今まで最近線が必要なほど、多数の金が採掘された。また、活動的ではない採掘場所も存在する。チキンの総面積は115.4平方マイルで、すべて陸地。チキンへのアクセスは、空路では、チキン空港を経由により可能。陸路もあるが、アラスカ州道五号線とテイラー高速道路が三月中旬から十月中旬まで、 通行止めになる。チキンの消し印ロバート・スペックによる電気小説 T 社 The Story of A Young Teacher in the Erascan Wilderness は1920年代のチキンの教師アン・ホブスを描いている。ありがとうございます。